2030年1月20日、私、体が健康じゃないので、仕事量大変なんですね。それで、ずっと回転、この落とし気味でやったんですけど、普通50なんですけど、2だけアップしました。で、機械の方はこれでトラブルが出なければ、そのまま使いたいと思います。間に合ってますね、特に、この一方は。この動きで。そうすると結構時間で早くできます。でまたアヌットも今止まっちゃいましたけど、これもコイラで使ってたんですけど、ここまでアップしました。で今のところ気を使ったんですけど、トラブル出ていません。今動かしますね。まあこんなもんじゃない、こんなもんです。これが小さい送りと大きい送り、これがあるので回転が上げられないんですね。ちっちゃい時の速さとこの送りが違います。でそれをやっているのはこのたったこれなんですよ。まあこれは止めるやつもあったんですけど、高速アミシって言ってこれがついて回転が上がってるだけのことで、こっちが受けの方が壊れますね。完全これが全部均等の送りであればもっと回転上がりますよ。まあこの 1.5 倍ぐらい上がりますかね、これが持てばですけどね。まあどんどん回してますよ。これで私これ休むので、じゃこっちもやったんですけどね、基板の IC ジップ交換しました。でこの電源入っていたんですけども、取り替えた時点で何かどこかで壊れてますよ。これ今ミス関連ですね。どこだかちょっとね、アイオンジャーさんの凝ってるんでね、作りがいいんですけどね、本当にいいんですよ。いいんだけどもなんとか直したいんで、まあ誰か今度見つけようかなと思って、なかなか見つけてくれいません。困ってます。どなたかこれ直せる人がいたらご紹介願いますかね。あただで、ね、これが立ち上がんねえだけの1枚目がこれ、これロムが入ってて、コンピューターこれなんですけど、これ関係なくて、これが手動でやると一回送り、一回送りだって言うんだけども、要するにこれは関係ないと、コンピューターで、このどこかが狂ってるんですよね。ちょっとこれも酸素交流のダウントランスなんで、ちょっとわかんないんですけどね、なかなかね、まずね、やってます。こちらももう直す予定でいます。まあ小さい600あたりで使えば問題ないかと思います。このサイズですね、これ外っちゃってね、ここまでで、ここまででね、はい、これ中心数あと1ぐらい、53まで上げちゃっても動きよくないのでやってみますか。 2.5 ぐらいだな、分かった。まだ5、早すぎる。完全にこれ音がここよそう。はい、これでいきましょう。でそれの動き見てれば間に合ってます。まだ上がりますね。まあ、あんまり上げてもあれだから、網機のこの間に合わないからね。こう溜まった溜まった。こうやんねえと、体が落ち着かないんですよ。オッケーオッケー。間に合う間に合う。もう寄っちゃあげるか。ここでやるし、大事だ。全然大丈夫だ。余裕だろ。動きに。インバータ便利ですね。入りすぎちゃうんだな。おお、早い早い。おお、ちょっと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 。はい、これでしばらく使います、音的には大丈夫。ソリノイドの音、もう長年聞いてますんで、タッタッタッタ、いいですね、いいですね、うちやん。え、間に合ってたな。どっちから撮っても逆光になっちゃうな。大丈夫です、大丈夫ですね。皿乗っかってますもん、置いて。よし、こっち髪終わり、髪終わり。頑張ります。よろしくお願いします。